月20日シベリアからの引き揚げ船エヒコ丸で元巨人師匠水原茂氏が8年ぶりで元気に帰ってまいりました。水原茂は戦前慶応のスタープレーヤーだった。水原氏は出迎えの昭和24年シベリアから帰還するとともに現役として読売ジャイアンツ巨人に復帰した。その足で直ちに巨人大栄戦の行われている甲羅県球場に赴き、スタンドを埋めた数万の野球ファンに帰還第一声を送りました。皆様、水原ただいま元気で帰ってまいりました。シベリアの4年の生活は私にとっては苦難の道でありましたが、今日本野球の想像も及ばない発展ぶりを見て非常に喜びもし驚いている次第であります。水原は翌25年巨人監督に就任、26年には早くも第2回日本シリーズに進出。戦う相手は鶴岡和人率いる南海ホークス。10月17日後楽園球場、日本シリーズ第5戦、ジャイアンツ2回の攻撃。バッター宇野はレフト上段に大ホームランを発せます。まず幸先の良い1点を挙げました。この日ジャイアンツは当たり鋭くホークスのピッチャー有形ノックアウト、了解変わった中原を打ち込んで既に1点を挙げ、バッターは平井。2番手別点でヒット、ボールは塀に当たって振り返りました。その間に1塁ランナー南が3塁に立ちました。続く楠木のスクイーズバント成功、この回2点。その後さらに5点を挙げ、結局ジャイアンツは8対2でホークスを破り、4勝1敗で今年度日本選手権を獲得しました。続く27年も水原巨人と鶴岡南海との間で日本シリーズが戦われた。川上、柴田の打棒爆発で巨人優位のシリーズが進む。投げては別所が1戦と6戦に2勝を挙げ、4勝2敗で巨人がこのシリーズも手中にした。3年連続の巨人南海対決。10月16日後楽園で行われた巨人南海の第7戦、1回裏巨人ワンアウトランナー2塁のチャンス、バッターは南村。三塁を強襲、ヒッツ、ショート切ったら三塁へ投球、南峰猛烈なスライディング、影山ボールを弾きました。南峰この間に一挙にホームへ向かいます。ホームイン、巨人先制の1点を挙げました。6回表同点の南海、切ったまた大きな当たり、レフトスタンドへ入りました。ホームラン、静か余裕に迎えられてホームへ、南海逆に1点のリードとなりました。しかし7回裏、ワンアウトランナー2塁、バッターは川上、センター前ヒット。南村三塁を回ってホームイン、勝ち越しの1点です。オズール氏も感染、大賀美希真の投球、柏枝打った、2塁左を抜きヒット。川上2塁からホームへ、かつて巨人は4アルファ対2をもって南海を破り、日本シリーズに3連連勝を遂げました。巨人の第2期黄金時代と言われるこの頃、打撃では川上、青田、千原が圧倒的な力を発揮した。ピッチャーでは南海から引き抜いた別所が古巣を相手に強さを発揮した。水原は大リーグのスタイルを積極的に日本へ持ち込んだ。三塁コーチスボックスからブロックサインを出すスタイルはドジャースから学び、新ユニフォームはニューヨークジャイアンツを真似た。この頃プロ野球のテレビ放送開始、映像を意識した野球は水原から始まった。主力選手に衰えの見え始めた昭和30年、与太鶴岡南海との対決。1勝3敗から巨人が挽回し、3勝3敗で迎えた第7戦、5回の表巨人の攻撃、
ノーアウト満塁から南村の犠牲フライで巨人が1点を先行した。9回表ノーアウト1塁、南海のピッチャー小畑に対するのはこのシリーズ水原が抜擢した若手の一人加倉井。筒井の悪送球でランナー岩本は三塁へ進む。加倉井はセンターに犠牲フライを放ち、巨人貴重な追加点。このあとランナー一塁二塁で南村、二塁打で1点追加。平井は犠牲フライを放つ。別所がホームインし、この回3点目。9回裏、南海の攻撃。ツーアウトでバッターは杉山。ウィニングボールはレフト加倉井へ。1勝3敗から挽回した巨人、このシリーズでは水原の若手抜擢が功を奏した。昭和30年代に入ると巨人にも新旧交代の波が押し寄せた。31年以来5年連続して日本一を逃し、35年のシーズン終了後、水原は無念のうちに監督の座を川上に譲った。すぐさま東映が獲得に動く。水原は住み慣れた巨人を退団、東映フライヤーズの監督に。早くも2年目の37年には日本シリーズへ。相手は水原の師、藤本貞義率いる阪神だ。東映1勝2敗1分けで迎えた第5戦。初回阪神が2点先行。その裏、村山からラドラがセンターオーバーのツーベースを放つ。水原は機動力を生かして一塁三塁のチャンスを作った。バッター吉田勝豊、逆転スリーランが飛び出した。このあと東映が1点を追加。7回表阪神は吉田義雄、久保田から2点タイムリーを放ち同点とした。水原はここで久保田を諦め、リリーフに富永を送った。富永は水原の期待に応え、阪神の攻撃を抑え込んだ。同点のまま迎えた10回裏、変わった小山から青野がヒットで出塁。バッターは岩下、レフトスタンドに飛び込むサヨナラツーラン。この試合で波に乗った東映は6戦7戦も連勝。名将水原がチーム設立以来初めての日本シリーズ優勝をもたらした。